初代スリム死者ウィリアム・ジョゼフ・スリムは、イギリス陸軍軍人、貴族。第二次世界大戦ではビルマにて英軍を指揮し、日本軍と戦った。戦後は、第13代オーストラリア総督を務めた。1891年、金物屋の息子として生まれ、幼少期をバーミンガムで育つ。軍人に強い憧れを持っていたが、当時の社会と、 金銭的事情が彼の士官学校への道を閉ざしていた。大学での教育は受けず、1914年まで小学校教員や金属管メーカーの事務職として働いた。1942年3月にランブーンが陥落した際、スリムは在位イ,インド師団長であったが、陥落後すぐに空路でビルマに移動し、第一軍団長として日本軍と対峙することとなった。 連合軍が東南アジアで敗北したため、第一軍団をインパールまで撤退させると、インドに帰還し、第十五軍団の建設に従事した。この間にウィンゲートによる第一次遠征が行われたが、軍事的に見れば高価な失敗であったとスリムも感じていたが、連戦連敗を重ねていたビルマの英軍が、日本軍の後方を遠く進出して再起したという。 結果は、英軍の勝利だとして、これを宣伝することに努めた。スリムは、その後、新設された第14軍を指揮することになるが、一部将兵の指揮が非常に低かった。というのも、日本軍との戦いで英軍が連敗していたことから、日本兵は、ジャングルの超人で、装備や教育も、英軍より優れているという噂が信じられるようになっていたからである。さらに、 英国民にとっては、ビルマという地域は、ヨーロッパやアフリカに比べて得、関心が小さかったため、新聞に第14軍の記事が載らなかったことも悲しかったらしく、自分たちを忘れられた軍と呼ぶほどであった。スリムはこの広報部隊の指揮改善に努めた。スリムは指揮官が部下ともっと直接接する機会を設けることが、指揮改善につながると考え、自らも含めて指揮官が、 兵に演説するようにした。スリム自身も前線駅の3分の1を司令部外で過ごした。その様子は将軍というよりは議員候補者に似ているくらいだった。さらにスリムはジャングル戦の鍵を握るのは石膏だとして優秀な兵を教育し前線各部隊から日本軍支配地域に潜入させた。これらの任務の90%は成功し石膏は 任務が終わった後に部隊へ帰ると罠の成功弾を語ったり日本兵の小銃や検証といった戦利品を持ち帰ることで1943年11月末には小兵は日本兵に対し優越感を持つようになったスリムはこの優越感をさらに助長すべく日本軍の小部隊に対して大部隊で攻撃を仕掛けるようにしたことで 堅実に勝利の経験を積ませていった。これらの方策によって、第14軍は、正教な兵となった結果、1944年に行われたインパール作戦において、スリム率いる第14軍は、日本軍を迎え撃ち、勝利を収めた。なお、スリムは、その回顧録で、インパール作戦時の田中信夫少将及びその指揮下の第33師団について、 日本軍の潜入攻撃の大胆さと最後まで戦う勇敢さは驚嘆すべきものがあった。中略、核のごとく望みのない目的を追求する、軍事上の分別を何と考えようとも、この基とを遂行した日本人の最高の勇気と大胆、不適さは疑う余地がなく、日本軍に被験すべき陸軍は他のいかなる国にもないであろうと、その優先を称賛している。 1949年1月4日に陸軍元帥に昇進。1953年から1960年までオーストラリア総督を務めた。1960年7月15日に連合王国貴族社位、オーストラリア首都特別地域におけるヤラル村及びブリストル州並びにシティにおけるビショップストーンのスリム主役に助せられた。 1970年12月14日に、ロンドンチェルシーで死去した。借位は、息子のジョン・ダグラス・スリムが継承した。西浦進む、兵学入門兵学研究所説、田中書店、1967年 ABC、ヒースコート 1999,P263,AB ヘラルディックメディア・リミテッド、スリム、バイクウント、クラクロフト S。 ペーラゲ・ザ・コンプリートガイド・ツー・ザ・ブリティッシュペーラゲ・アンド・バロネタゲ2018年1月11日閲覧ランディ、ー、ダリル、ウィリアム・ヨゼフ・スリムファースト・バイク・ウント・スリム THEPERAGE.com2018 年1月11日閲覧ありがとうございます